になりましたので、はい、今日はあの、非常に天気のいい日曜日、お昼間にたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。新美社会フォーラムの学習会でテーマがですね、デタラメを科学する、君は確率を理解しているかということで、京都女子大学のですね、小波秀夫先生お招きいたしました。はい、で、まあ、案内ありますように、あ、これサイエンスカフェって書いてますね。あ、違った。いや、いいです。あ、いや、もう、そういう形でいいです。あ、いいんですか。はい、まあ、一応、最初90分ぐらいご講義いただいて休憩してですね、まあ、その後、はい、カフェはないですけど、まあ、ザクマラに交流できるって形ですね。で、なんか、これはまあ先生から資料に後でないから使えると思います。で、まあ、小波先生、統計学者、物理学者であって統計学者で、まあ、終わりということで、まあ、こういうテーマでお話していただくということで、これ、まあ、ニセ科学の問題も触れながらというようなところでですね、市民社会フォーラムでね、ちょっといろいろチラシ入れてますけどね、皆さんちょっとお配りしてないから後でお配りしましょう。あ、ありますね。次回やるのはこの社会保障の問題、安全保障と社会保障ってテーマでね、太田博さんと道路のりかさんの講演でやるんですけど、こんなふうにですね、大体163回目になりますけど、これ社会問題って言いますかね、非常にその時事問題をよくやってるんですけど、でも、まあ、そういうのだけじゃなくて、科学リテラシーの、ね、学習会もね、結構やっているんです。っていうのはね、まあやっぱりこう社会学習ネットワークなんで、社会の問題を学習するんですけど、やっぱりそれを知る上でもですね、やっぱりこの、やっぱり科学的にものを考えるといいますかね、私数学苦手なんですけどね、でもそこまで、まあ、そういうのでやっぱりこう科学って大事だなということで、特に偽科学とかですね、いろんな問題なんかでこうやっぱり騙されちゃあかんよというところもあって、あるいは騙してね、こういろいろ拡散するんじゃなくてですね、やっぱり正しい情報でですね、世の中を良くしていこうということで、まあ、そういうこともあってですね、今回小波先生に、いただきました。はい、ということで、ですね、まあ、早速ですけど、講演を、お願いします。講演の後に休憩を入れますので、よろしくお願いします。小波でございます。よろしくお願いします。私は、私は現代社会学のところにいるんですが、それまでは総合大学の理学部で、理学部の、まあ、経理の、研究者にいまして、それで、やっておりましたのは物理科学、まあ、化学物理というか、まあ、情報ですね、その辺のところをやってました。まあ、その関係で、何でもやるわけじゃないか。で、まあ、こちらの京都に参りましたが、2000年で、それから15年ほど、まあ、文系の学生のための、統計学とか、あるいは情報科学とか、そういったことをやってました。それで、なんとなく強くなっちゃったという感じなんですね。まあ、そういう意味では、統計学者の方が若干おこがましいんですが、まあ、一応専門家の端くれにはなったかなと。で、今日のお話ですが、一応まあ、90分立て続けに喋るのも疲れるんで、大体途中で、まあ、少しブレーク入れるかもしれません。まあ、それで、あまり、肩肘張らずに、まったりと飲んでいたらやっていければと思います。よろしくお願いします。それで、まあ、デタラメって名前は確率と関係するんですね。で、我々の周りには、一見デタラメな現象というのがたくさんあります。で、例えば、そうですね、毎日の交通事故というのもいわば、その数というのはデタラメに見えます。あるいは
電源所であれば、放射線がガイガーカウンターでカチ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 とかのパタパタっていったりしばらく止まったりとか、そういったこともおたらめにする。まあそれは実際は中に確率的な要因を内包しているわけですね。そういう意味でデタラメというものと確率というのは非常に深い関係があります。で、まあそれとデタラメっていうのは、じゃあ本当の意味でのそのデタラメなのかとかね、実はそこにも法則はあって、まあそれは確率論である統計学とかそういったもので、科学的に扱うことになる。それともう一つ、この確率に関して言うと非常に大きな、問題があるんですね。それは何かというと、我々はその確率というのを非常に苦手としています。理解するのが難しいです。でそれはあの人間の、認識の本質と関わるものですから、心理学者が、も、好んで確率の問題というのを唱えます。で、そのいろんな、まあ、今日は例出しますけれども、そういった、確率と人間の心、行動という部分もですね、非常に深いものがありまして、なかなか難しい。実は確率の、概念自体もそういう意味では、いろんな名前がついたのがありまして、経験的確率とか心理的確率とか、あるいは頻度主義であるとか、いろんな言葉があります。で、まあ、それもいろんなこう、カテゴリーに分かれてて、きれいに区分されるような感じじゃないですね。そういう、複雑な要素を持ってます。まあそういうものを少しでもこう理解、分かっていただければという感じで今日はお話しいたします。それでまずその心的な話ですね。心はデタラメを受け入れたくないという。あ、それからこの、プレゼンは、ご覧の通り今Firefox で見てますけれども、ブラウザーで見れるような感じになってますので、私の、ウェブサイトに上げておきます。少し加湿したりしますけど、それで、まあ、検索して探していただければと思います。で、まずですね、これはお手元に、紙が入っているそれにですね、これから少し作業をしていただきます。人間サイトロミーになってみよう。自分がサイコリになったつもりで60個の、数を、1から6までですね。で、なるべくデタラメっていうのは、デタラメというのはサイコロのように前に出た数にとらわれず1から6の数字を無心に選ぶという意味です。どうぞお願いします。この線の上に書くんですか？あ、この線の上に。はい、線の上に、はい、ちょうど60個は刻みになっているので、それに乗っけていただきます。15×4 になります。15×4 ですから、それマス目に入れていただきます。60個だったんですか？60個。はい、まあ、時間が余ったら、下の方をやってもらってもらいます。まず最初は何するかですね。悩ましい。2秒で1個ぐらい書けるはずですから、それ以上考えてるともう書いてはまると思います。まあ、とりあえずあと2分で1から6までの数字が間違いですと8ですか？何十と書いてるかちゃんと聞きなさい。そうか、サイコロになって、人間サイコロになる。
そうか、最高。もう分かりました。そう、無線に書くのがいい、無線に。まだ終わってない人は考えすぎですね。でも考えずにパッパってやると癖がありますよね、きっとね。どうしましょうって感じですよね。たまに考えてちょっと反抗しようと思います。罠にはまらないでおこうみたいな。それじゃあ、見ましょうか。完全にランダムに出した例というのを提示してみます。連番で出てるのが相当数ありますね。3連続って皆さんお書きになってますか？ないな。4連続書いてる。ああ、それはある意味すごいですね。うん、ここには、3連続が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ単なる2連続というのはもうしょっちゅう現れてます。つまりこれは単純に言えばある数に対してその次の数が一致する確率は6分の1ですから、まあ6回2回がすることができるということになりますよね。どうですか皆さん、その連番を避けておられませんか？避けてる、うん、まあこれもそういう感じで出してみたんですね、うん、まあいくらでも出せるんですが、これも555とか、ね、結構しかも何かね、この辺も5、4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 、
ん、いうことなんですね。うん、なんか電話番号に近いの。まあこういうのはありますね。5232123。なんかちょっとそれ、作りすぎやろうという感じに出てきますよね。我々はこれをどうしてもこの、それは違うよ、うん、というふうになるんですよ。これは非常に難しい。これをやれる人はどっかおかしいですね。じゃあその次の話ですね。今度はデタラメを貫いて24個の点を打ってくださいってね、下の方に枠がありますね。そこに、なるべくデタラメに24個の点を打ってください。デタラメの皆、前に打った点にとらわれず、作為を持たずに次の位置を決めてください。打ってください。デタラメですから、どこで止まったっていうはずなんですよね。まあ、本当に27個だったらコンプリートするはずなので、書き方したら絶対間違ってるんです。まんべんなくいっちゃったな。これ絶対おかしい。はい、じゃ
か一つのやり方は1個打ってからまたパッとこうなんか忘れて10秒ぐらいしてもう一度打って忘れて拍手が拍手頭に立てて ここでは簡単なシミュレーションの感じでお願いします。右左、こういう、どちらに近いですか皆さん。右ですね。右ですね。左の人今これもそう、例えばまあ仮にこうなっていたとするとこれに打ちたくなりますよね。打ちたくなっちゃいけないんですそれは赤身です。やっぱりどこにもこれがないと思って打ったらここに来ちゃったということなので、じゃあこちらはどういう風な仕掛けになっているかというのをお見せします。お分かりですか。つまり右側24個の区画に全て1個ずつ入るように作為的にその中ではまあランダムなんですけれどもそういうふうに置いています。で我々はこの左側っていうのはですね、それ全くなしですから、この一つの箱の中に複数個入ることもありますしないこともあります。実際この左側のようなケースというのが、じゃあ、3個入る、2個入る、1個入る、0個入るとあるいは5個入ることもあるわけですが、そういったのは度数分布表を作るとポアソン分布というものになります。自然にやるとするわけです。それがポアソン分布というのは非常にシンプルな式なんですけれどもそれとデタラメというのが結びつくわけです。で、まあこんな感じで、まあこうやって、ね、こんな感じなんですよ。ね、こういう種明かしなんです。まるでこれありえないし、自分じゃ絶対これも書けませんよね。うん。そんなのが発生してしまいます。で、さっきのその連番も、なかなか書けないということと。これは非常に結びついてますよね。明らかに心理的に同じものがあるわけです。ということで、まして、で、ちょっと戻しましょうか。その確率とは心という心理ですね。それは確率が等しいというふうなことじゃないですか。それは均一ではないんです。ところが我々は均一だと思ってしまいます、うん、そう思ってしまう、というのを、例えば、120の地点がありました。そこでどこでも降水確率は、50% ですよというんだったとします。そうするとまあこういう感じですよ。120の地点に全てグレーの半分という確率が張り付いています。我々はこれ均一というふうに見るわけですけれども、じゃあ実際に起きることは何かというとこんなことが起きるわけですよね。結局起こるか起こらないかという、降るか降らないかということで、高確率が決めてますから、そうしますと、こんなふうに
で、ここでその均一というのに対応して我々が想定するのはこの、白黒のまだらというのが偏っていないだろうということなんです。想定することは偏りがないだろう。でも明らかにこれは偏りがあります。これもやっぱりそうです。偏りはずです。つまりこう確率的に何かが実現するときにランダムに出てきた場合に、多分これ子供がずっと見ていればあ何か発見するやろかっていうね、そういうものですよね。そういう中のパターンっぽいものがむしろ発生してしまう。これが、というかパターンが発生しているように我々が見ちゃうんですね。ということで、運や月というのに対するいろんな思い込みっていうのが持っています。野球解説者はこういうことをよく言います。この打者の打率は3割で今は3打席連続アウトだから次は絶対打ちますよ言うんですよ。これは実況中継に行ったら絶対言うんですね。これね、うん、これは違うんですよね。そうではない。結局、基本これはね、まあ、一定の打率を好調な人が維持しているところでの例えば王の打席とかですね、それを見るとやっぱりちゃんと確率の法則に従っていてスランプとか月みたいなものがミクロに結構発生しています、で4打席連続ホームランだととんでもないことをね、まあ、やったりした人ですけれどもね、データは一度見てみたことがあるんですけどね、そういうふうにちゃんと確率の法則に従って、これは、桜井翔一さんという方だったと思うんですよね。裏プロの世界で勝負と勝負して生きてきた人ジャンシ、この人はいろんな格言を書いてまして、まあ、ネットから書いてきましたけども、借りを返さないと月が落ちる、あとピンチの時には運の変わり目が来たら素早く読んで、勝負に出る。これ月っていうのはまあ結局ランダムなものですから、いいことをしようと悪いことをしようとまあぼんやりして道に立ってて車にはねられる確率は変わりますよね。それは変わらない。でも結局この人が言ってることはこの借りを返さないとっていうのはそういう心理的状態としてすっきりしていないと月が落ちちゃうんですよっていうことですよね、ただそういうことはまあ実際もっともねそれはまあ人間の行動全体を考えるとその、いろんなチャンスに対して前向きになって取り組むということが、心理的にすっきりしてできることはありますから、まあ、そういうとこまで、含めて言うならば、そういう幸運が来た時にそれに対処するのが上手になっているということはあるのかもしれない、ね、そうですからあまりこういうのをバカにしちゃいけないと言いまして、ただやはり、冷静に考えるとそうなんで、まあやっぱりこう月というのは実はいつでもランダムに発生するので自分の心でコントロールができないよということですね。それから、運の変わり目が来たらどうやって運の片変わり目が分かるでしょうかこれは難しい。つまり、こう例えばパチンコが来ましたね、最近やってないんですが、来たぞという時にパチパチパチと打ち込んで、まあ、あれはチューリップとかねいろんな仕掛けがあって
倍増する時が働くので一気に膨らんだりする周波数なんですけども、まあ基本的に運の変わり目が来たかどうかっていうのは分からないんです。でそれを読む残念ながらできないですね。でもこれはまあ麻雀師ですし、この言葉でもって彼は食ってきた人ですからね、それでまあたくさんの本があります。麻雀師じゃありません、東大の教授です。統計学の優れた教科書から薩摩何先生だかな、私はこの、先生の教科書が非常に数学的に、きちんとしているのでまあ大好きで、それで、自分があの教科書を書くときにも随分そこからヒントになるんですかね、うん、でこの方がコラムに、こんなことを書いてあるんです。月を、確率統計の立場で説明することができる、若干省略しています。4人ゲームで誰かが3回以上連続に連続1位になる確率は30ゲーム中 0.78、50ゲーム中 0.92 である。つまりこれは4分の1の確率で当たるようなものをこう、やっていった場合に、その当たりが、3回続く確率。で30回やったら 0.78、50回やったら 0.92。で意外に頻繁に起きている。まさにそれが先ほどご覧のとおり、うん、ここまでは正しい、完璧に正しい。ただしたがってゲームをする場合、勝っているときはその調子を崩さないようにし、負けているときはじっとこらえて負けを最小限に認めて姿勢を持つことが寛容であって、私はこれ見てどうやってその調子を崩さないようにするってどういうことなんだ、こらえるって何をこらえるんだ困ってきましたね、これね。誰の男性ですよね、これと高いから、はぁーと思いました、ね、やはり確率と真理というのはですね、数学的な意味で確率を確率と点をきっちり、勉強なさって良い教科書も書いておられる方がこういうことを書かれるっていうのは、やっぱり真理と確率の方っていうのは相当根深いものがあるというふうに思いました。こういうのがあるんですよねこの方にこれに弱いんだ、ぐるっと三和弦が出ました、ここででも皆さんにですね、考えていただきたいんですが、さっきの話で普通人が思い込みで言うと、まあ一回出たらそう連番は来ないよねって話ですよね、うん、ということで一等が出たからってんでその次に一等が出るのが続いていくわけじゃありません。ただし、一等が他にもかなり高い頻度で出る売り場っていうのはあります。どこでしょうか皆さん、どんなところでしょうか。運と労力とかですね。そうですたくさん売れてる方というわけで、まあ、こういうのをどんどんやってやるとね、あの、引っ張られて確かに出るようになるかもしれませんが、一人一人が当たる確率は、常に1000万分の1です、宝くじは、100組あって、そして6桁のうち5桁だけが動くんですね。最初は1に決まっていて、あと6桁の数になります、ね、そうすると全部で1000万あります。その中の1つだけが、1等ですので、1000万分の1です。前後賞も含めて、やりますけど、それはまあ連番で買わせると、たくさん買わせるにはね、それがいいという戦略なんだと思います。で、一方で我々はこういうことがありますね。運を使ってしまった薄井さん、薄井社長さんって、知らないですね、皆さんね。ではこの人はですね、NHK のアニメ
早起きして外に出たら道に10円落ちてた。ラッキーってそれを拾っちゃったのよ。でパッと、気がつかんですね。お金を取り戻して、私たった10円で運を使っちゃった運は使っちゃうという発想があります。これはちょうど裏返しですね。運を使っちゃうってことは1が、来たらその次の1は、まあ、例えば1から10枚やったら、1が1回来たらその次の1はなかなか来ないよというのが運を使うってことです。つまりそれは何かというと運というのは、ある一定間隔に来るものだというそういう感覚です。で10分の1の、確率で起こるようになったら大体10回に1回ぐらい来る。で1回来たら5、6回は来ないよ、少なくともこういう感覚です。でも、それはですね、まあ、薄井さんはまあまあこういう人で少女漫画ですね、28歳、独身ですね、まあ、こういう方です NHK なんで、これはちょっと好きには引かないといけないですけど、はい、ということで、その今ね、皆さんにかなりその夢は捨てなさいという話をしたと思うんですね。しかしなかなかその夢は捨てられない、ね、で、まあ、我々はこういうのを夜空に見ています。やっぱりご存知ですね、森夜空さん。あ、ちなみにあのこの、左上のこれは赤色巨星、もうあの間もなく、爆発するだろう。で爆発すると、ガマ線パースがもし地球に向いたらすると結構危険じゃないかとかですね、いろんな話があるんですね。でもう超新星爆発を起こしますから、見てみたいなと思うんですが、これは確か400光年かな、そのくらい、400、600光年ぐらい。実はもうあの爆発してるかもしれないね。うん、我々がそれに関係の時間がかかる。で、こういうパターンがある。そうするとですね、こうやってなんかこう線をそれパターン化したんだね。で、これは各民族によって、これに対して、当てるものが違っていくわけですけど、なんとなくパターンを見たそうです。で、まあこういうふうにしてですね、その文化によって、こういうふうにね、まあ、ギリシャ神話の折り合い何か見立てる、ね、でこうやって神話を作る。で、でまあ最後はですね、想像たくましくついてこういう素晴らしいものができた。やっぱり神話、我々はそういうどうしてもパターンを見出す、そして物語を作ろうとする。しかし実際問題として、ちょっとデータを、揃えてないんだけども、これらの星の間の関連っていうのはないんですよね、うん、つまり、これは400光年だけども、こいつはあの、35年なのかな。宇宙のその向きにあるだけで、実際は全然離れたところだよ、それぞれ。だそういう意味では全くランダムでしかないですね。それが、我々はどうしてもこのパターンのこう何かこう偏りが発生すると、偏りが発生すればそれをパターンとして見ようということになる。あ、待ってないよ、あれはどこ行ったかな、ちょっと見なくなってる。いや、ちょっと確率の問題ですね、頭の体操。この問題、シンプルな問題ですね。もう
一人の男の子が大きな大御所が子供なんです。私には二人の子供がいます。そのうち少なくとも一人は女の子です。つまり二人または一人が女の子です。この人に男の子がいる確率はどれだけか。素晴らしい。これがその母集団です。この組み合わせが、同じ確率で発生しますね。目ぐらいはつけようと思ったんですが、絵心があって諦めまして、ちょっと娘の方が女の子ということにしてます。こういうふうになりますね。そして、少なくとも一人の子は女の子ですと言ってますから、これが外れます。ということは、残りの3つはどれも同じ確率で発生しているわけですから、3分の2になる。まあ、シンプルだけど、難しいですよね、ここに覚えたのは。で、ここで、実はそれ非常に、でもここのところでは、本質的な部分があるのは、この4つしかなくて、それがどれも同じ確率で発生するということなんです、そのことが本質的なんですね。ですから、それからまあね、また部分集合を切ってきて、そこにもやっぱり同じことを考えて、3つに減りましたという話です。これ分かりやすくて、また問題シンプルですから、ぜひ何かの時に相手が知らないだろうという時です。これは、中学生とかね、高校生を捕まえて出す、次、これは、実は大問題になったんで、モンティホールの問題。モンティホールというのは、アメリカの、ショーの司会者で、テレビですね、ショーがで、モンティホールショーで、どういうことをやったかですね、ちょっとまあ、それ、下手くそなシミュレーションの劇場を作ってみたい。こんにちは、私は司会のモーティです。素敵な贈り物を当たる賞へあなたがいたかということで来ました。で、始めましょうか。さて、3つの箱、下に3つの箱ありますね。これ宝の箱みたいですね。のどれかに豪華なお宝が入っています。どの箱かを当ててください。実際にモーティホールのショーでやったのは、扉付きの、やつで、その中に商品が入って、猫の入って、そういう感じです。今、ちょっと面倒くさいので、箱にしました。で、どの箱かを当ててくださいと。これかこれかこれですよね。じゃあ、今ここにしてみましょうか。
これだと言いました。で、まあ、そして、まあ、次の新聞に移りました。さて、この司会者ですね、モーティさんは私が開けた箱は空っぽです、開けた。これ、3つあって、その2つうちの1つに書いてないんですから、この人が当てた以外に空の箱は必ずありますよね、うん、ひょっとして、これも空っぽかもしれない、あるいはこれとこれが空っぽなのかもしれない。とにかくこれは空っぽですね。さてこの時にあなたはどうしますかって話。で、こうしますと、まあかなりの人がですね、いやそれも、それは分かったからって確率なんか変わらないんだからいいよ俺はってんでこれ行きます。外れました。いやでもそれはたまたまですからね。うん、不運があるわけですから。で、申し上げます、ね、よし、こんなここで違うんだ。そして、次進みました。うん、変えない。どうもまた始めましたね。はい、これは一応あのちょっと変なダイアログでもですが、ね、さあ次進んで、うん、やっぱり変えない。またありましたね。さあこれはあのこのまま延々と、100回ぐらいやるとですね、まあほぼ、まあ、30回ぐらいやってね、あの、大体の数勢は分かります。当たりましたね。でも、ちょっと、まあ、その時間稼ぎしてないといけないです。まあ、でもちょっと頑張ってみましょうかね。まあ、それで、始めました。やっぱりここだ。意地でも変えない。今半分当たってますね。それでもね、結構いい成績さ。で、まあでも本当にこれ確率の問題っていうのはね、難しくてね、その、当たりです。結構やっぱりこれ正しいのかなって話なんですね。というわけで確率の話っていうのはですね、ちょっとぐらいやっても、どれが正しいかっていうのは分かりません。だいたいこれが正しいということを確定するための最低限必要な回数っていうのは、あり得て、まあそうですね、まあ、なんだろう、ざっと考えて、50回ぐらいやると、まあ、かなりの確率で、判定ができると。ちょっと飽きましたね。はい、ということで、モンティホール現象がありますが、じゃ あ正解は何だと思いますか。これはですね、この次に進んだ時にこうやれたらこっち側を当てることです。それは直感的にはそう、そうかいって感じですよね。でもこれやっぱりこっち行こうぜみたいな、これで行くのは確率的にはこちらで、3分の1、半分の確率で、変えなければこれは変わりません。3分の1のままです。何もしなければ3分の1のままですが、でじゃあそれどういうことかっていうのをですね、ちょっと確率の計算するものはあまり真面目にやる気がないので、今こういう状況がこれ今提示した状況です。ここを、あるというふうに言いました。そしたら司会者はここにはないよって言いました。
こことここであなたはどちらを選びますかって言っても今のままですから話はあまりわかりませんね。残り1つ増やします。4つです。ここにあるよってやったら司会者はここにもここでもここでもないよって教えてくれたとします。少し確信が得られませんか。はい、そういう時には思い切りよくこういうふうにしてね、ここだっていうふうに言いました。司会者はここも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 違うよって言いました。どこ行きますか絶対ここ行くよねそれはそうですよね。司会者がこの、これね開けたところがねたまたまですねこれはね、ないところってこんだけ潰してくれるんだからね。そういうふうに考えてやると実は、こういうふう、まあ、ここの条件で非常によく分かると思うんですけどね、司会者が罰をつけてくれるということは、そこで新しく情報を付加してるわけです。そして新しい局面の中で、こちらの手を、絞ってきてくれてるわけですよね。でも我々はこれまあ11個あったと思うんですがこれでは11分の1でしかありませんですね、そしたらこちらにかけるべきですよね、モンティホール問題って言われて、で、それをこっち側に、戻してやると、これくらいだとそれがどうも発見しない。ですから、先ほどのモンティホール問題を、これくらいのやつでやってみせれば、もう確実にみんな手を変えるわけです。では、実際計算してもそれが出るんですけどね。これが、まあ、非常にパラドキシカルで大問題。実際このモーティホール賞でこれをやった時に、その司会者がねとにかくその番組の関係者が、こちらの方が有利だってことを変えた方が有利だって言ったらそれに対して、なんとその大学の数学校の教授がそれおかしいって言い出してそれでもってもねそこの番組に関する投書じゃない方も大騒ぎになったというそういう歴史的な話です。ああもうなかなかね気づかは持たないな。まあいろいろやりだしていろいろ出てくるんだけども、ですね、災害や事故の確率と思います。これかな、まあでも多分おしゃべりしだすと止まらなくなるみたいな話で、ちょっと数学的なことを、まあ、申し上げるんですが、その災害とかその事故の確率というのを見積もりたいということ、その時にこれはなかなか具合のいい式なんですね。で、なんかまあ不思議な感じにしますが、まあ美月群で、多少勉強なさった方はここに n が無限大になった時にそれが e 分の1になるというそういう極限の式があるということをぐらいだと、あるいは E プラスであればこれが、これ E じゃない、1プラス L 分の1の N 乗の場合には、N が無限大でここが E になるという、で E というのは 2.718282 そういう、定数です。でこれの逆数なんですね。
ですから、まあこれは E 分の1に N が大きいときには全勤しますなんです。で、N が大きいといっても、まあざっとその20ぐらいあれば十分大きくて、近似的には結構当たります。で、じゃあこれってなんで役に立つんですかって言うんですよ。これ確率の見積もりで非常によく現れるんです。この形が。こういう問題これ、100個の部品からなる機械があるんです。それ1個の部品が不良である確率は100分の1とします。その時に不良が1つもない確率は 0.3 になります、あ、まあ、まさにこの N を100にしたわけです。この N を100にすると、まあ、並べたら面白いこうなります。突然確率の問題になっちゃいましたね。でもこれは、実は私は昔ロボコンの、監督なんかやってまして、高専のですね、2年間高専の教授やってたんですけども、その時にロボコンの監督やりまして、なんと全国優勝しました。全国優勝するとですね、これはもう大手柄ですから、その次の年はですね、外国留学をやらせてくれるんですよ。助教授だったら今教授にするというね、それくらい手柄なんですね。でも私はその次の年に京都に来ちゃったんで、その外国留学に行けなかったんですけど、ね、そうなんですね。あ、まあそれで。で、まあ、その時によく学生に、ラボコンの学生に行ったんで、この、ここでネジが何個使ってる、そうすると、まあ、やっぱり細かくネジ取りしてますからね、100個や200個あるんですよ。で、それが外れている確率というのが100分の1あったとすると、100個で100分の1あったとすると、不良品どれかが外れ、どれも外れていないという確率というのはもう3分の1ぐらいしかないんだよ。もう6割ぐらいはもうそうなっちゃう。とにかくその1個あたりの確率を、取り付けの確率ってどれだけ不良確率を、ね、減らすかという、1000分の1ぐらいまで減らさない限り、これは合格しないよと。で、結構きついことになってね。実はそれはってそれ見積もりしました。つまり、それくらい一つの確率が低くても数が多ければ、そしてこれとこれが等しい、こういう関係になった時にこれになっちゃうんですから、これは非常に具合が良いね。これは使えるわけです。で、じゃあさらに1万個の部品からなる機械、部品の不良である確率が1000倍じゃん、まあ、10倍です。1万個ですからね。不良は一つもない確率はこんだけあるんです。つまりね、これ部品の信頼性というのが、数が複雑な機械であればあるほどどれだけ恐ろしく効いてくるかということです。で、部品の信頼性を100万分の1とかね、そこまで上げていかないとまともにはならないんです。これは恐ろしいことなんですね。で、航空機とかそういった部品っていうのはもうそれこそ何十万っていうね、100万個に及ぶ部品がある。そうするとね、1個がその不良を起こす確率というのをそれよりも減らさない、はるかに減らさない、1桁以上減らしてくれる。もちろんそのどっか一つでもって全体がこうフェータルにやられるってことは、それはめったに起きませんからね、そこまでではないんだけども、でもやはり、この発想でコントロールしていかなきゃいけない。
部品数が一桁増えたら、故障の確率、不良の確率は一桁下げる。そういうふうにしていかないと品質は維持できないですね。で次にこれは災害関係。50年に一度の豪雨ってのはことに最近何か言われましたよね、うん、ニュースで出てきました。あれはどういう意味かっていうのは、まあ、いろいろ考え方があってね、実は50年に一度と言っていけば役人がどのみち30年も務めればいなくなるわけですから、まあね、うん、そういう具合がいいんだとか、そういう役人的な発想からそうなんだって話もあります。まあ、一応これ真面目に、考えました。一つの都道府県で、50年に一度の災害は全国では2年に1回以上起きますということになる。つまり47年で、まあ、47都道府県じゃないですか。だからまあそれを結局50に、まあ、しちゃいますね。大して違いないですからね。そうすると、これは50の50ですからね、ちゃんとやはり。つまり、これは何かというと、これはまあ先ほどから出てきている感じですけども、1マイナス50分の1、つまり50分の49というのが無事な確率です。そうすると、それが50箇所全てが無事であるというのは、それ50乗しちゃいけない。そういう形になる、ね、ということで、これが無事にある確率ですよね。全てが無事である確率はこれです。ということは、逆にこれの裏を取れば少なくとも1箇所がやられる確率は、ちょうどこの1からこれを引けばいいですから。天の草ですからね、ニュースで、50年に一度の豪雨っていうのは、今年も今年ちょっと多かった、まあ、1、2回、2回ぐらいですね、そういう話がね、出てきました。でも実際、まあ、2年1回以上、ですね、かなりの、ペースで起きるんだという話。実際こういう感じ。今これはですね、まあ、ちょっと47都道府県で50にすると、1個であるかいないかぐらいになっちゃうんでつまらないので、まあ地区の数4800にしました。で50年に1回とこんな感じですですね。でこれね、50分の1ですから、4800を、50で割っていけば大体10、ちょっと少なくなるよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 と 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と11、まあまあです。でこの七元数がどのように分布するかというのは、パーソン分布ってやつで決まってきます。じゃあちょっとこれシミュレーションを目にかけます。ちょっとしたシミュレーション。まあこれは、これはまた別の結果になってますね。ちょっと。これだけで変わるんですか。これもう少し縮めます。これでちょうど入るんだから、うん、これで入りますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。これって、
ここで分布の話をしなきゃいけないんですけれども、例えばサイコロを、6分の1の確率で1がありますね。6回振ったら必ず1が1回出るでしょう。出ません、うん、それは2回であったり0回であったり1回であったりです。それは、その時ごとに違うんですよ。それは長いこと平均すると、1に近づくわけですね。1回6分の1に近づくんです。でここでは、こういうふうにして、多くなったり増えで実際は、9点いくつぐらいを中心にして、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と今回パラッとしてます。で、分布というのはどういうことかというと、今は 1,2,3,4,5,6,7,8 だった。8が1回起きた。いや、数えめくせない。 1,2,3,4,5,6,7 15っていうのが1回起きたというふうにして、これを何百万に多分数万回、あれ1000万回ぐらい繰り返して、そうすると一番多く出るのは9点いくつなんです。そしてすごく外れることもあるし、そういうとんでもない時もあるし、そういうふうにしてですね。そしてこういうふうな ある平均の周りでポコポコポコと出る、分布というのは、大変有名なポアソン分布というのがありました。それに従います。でこれは、放射線のカウントの分布もそうなんです。放射線というのはどういうものかというと、原子核がありまして、その原子核、一つの例えば摂氏137であれば、どれも同じ確率で崩壊します。30年経てば 半減するというぐらいの確率で、崩壊することですね。ということはそれぞれ全部でたらめに来るわけですが、それでもって、このセシウムの塊を持っていた。そうすると増えたり減ったりします。平均はあります。その平均の周りにこういうふうな形の分布をするんですね。だから放射線計測っていうのは何が、本質的なところで、なんていうかな、測りにくいか、というと、自然放射能の上に、バックグラウンドの上にこういうものが乗ってるか乗ってないかの判定が極めて難しい。バックグラウンドは、例えば、年間1ミリシーベルトぐらいのバックグラウンドのある中で、例えば、年間 0.1 ミリシーベルトというのが、測れるかって測れない。バックグラウンドが例えば、その1キログラムあたり、50、ベクレルとかね、そういうふうになっている時に、2、3個増えたっていうのはこれ捕まえようがない。これは放射線の計測では測定限界っていうのがあるっていうのはそこなんです。紛れ込んでしまう、それは要するにこうランダムに増えたり減ったりしているバタバタしているものの中にちょこっと足されたものが本当に増えてるのか減ってるかっていうのを判定は極めて難しい。でそれをちゃんとやろうとするとどうするかというと、ものすごい回数をやるってことだね。すごい長時間かけてやると、これは確かに、10% 増えてる確率、という、90% 信頼度を持って言えるだろうみたいな、そういうことになってくるんですね。で、そういう感じでありまして、こういうね、4800で、このパーソン分布の話の、その次、これです。これはちょっと気になるわね。
ね。原発の事故の頻度はどうなるか。原発が1年間に事故を起こす確率が2000分の1と設計されているとしようと。で、全国で50基の原発のどれかが事故を起こす頻度は40年に1回であります。で、これはまあちょっともうこういうこれが50なんで、さっきの式をこれ2000にすると0.3、ね、37なんだけどね、うん、そうはまあいかないんで、ちょっと、さっきのやつの直はつながりませんけれども、まあ適当な、関数データみたいなのが出てきます。ということは、どういうことかというと、これだけ低い確率で、1個の原発は1年間の間に事故を起こすということは、2000分の1999の確率で無事ですよということです。一つはそうです。ところがそれべき乗するんですね。で、べき乗というのはどういうものかというと、こういうふうに跳ね上がるからです。22時とか3時よりも、そういう N 時、どんな工事の多項式よりも N 乗というのは早く動きます。必ずそれを凌駕するように動きます。そういう関数なんですね。そうするとこの数が増えて、まあ大きくなればどんどんこれは小さな、これは小さくなる、1よりもほんの少しの小さなのは、このべき大きなのが小さくなる。で、この場合の 0.975 です。まあでも十分いいねって感じですよね。じゃあ 0.975 の逆を考えれば、少なくとも1箇所で起きる確率というのは 0.025 です。ということは40分の1という数字ですよね。つまり、1年間あたりこの、50基の原発のうちの少なくとも1個が、事故を起こす確率というのはこれだけと、こういう、0.025 ですから、40分の1ですから、要するに40年に1回平均すると、最低のところ、先生、ごめんなさい、スクリーンに触らないでください。あ、いけ、触っちゃいけない、はい、ごめんなさい、これはい、これお願いします。お願いしますね、まあ、そういうことでね、今は割と綺麗な結果になりましてですね、おっと思ったんですよ、うん、これはね、やはり、事故の、評価としては、とても、まあ、面白いというか面白い。で、2000年に1回しか起こさないような、そのところまで安全性を高めているんですというふうな、これはかなり高い要求を満たしているはずです、うん、というか、まあ、現実にこういう要求を満たすのは不可能だろうとは思います、うん、結局何が問題なのかというと、そうするとやっぱり数が多いということの危険性なんですよね、うん、まあ一気の原発がこう、というのが増えていった場合、例えばこれがですね、世界レベルになるとこれ1000基ぐらいになってきますから、うんうん、軽く1000基になる。そうするともうこれはとんでもない数になって、もう 2,3 年おきにどこの原発がということになる。もし1000基本当に世界中で動くような状況になると、数年に一度やっぱ大事故を起こすということになる。ましてはその管理の悪いとかいろいろありますからね、やっぱりね、まあ、私はそれはやっぱり原発をやめるべきだという最大の根拠は何かというと、ここのいかに確率を低くしても、この1個あたりで、これリスク評価なんですね。これに確率にそのリスクというのは、その時に起きる損害の大きさをかけなきゃいけない。例えばそれは100兆円かもしれないし、人口においてのね、どれだけの被災者が出るか
という問題かもしれない。でそれが巨大なもんですよね。で、まあ、福島の事故の場合には実はあれはちょっと今言い方は悪い、僕は再生してもらった町ですが、運が良かった。なぜかというと、あの時には、北西からの季節風が非常に強く、流れてきてまして、そしてほとんどのそのフォールアウトは海の方に落ちてきました。で、その日本の、陸側に巻き込んだらわずか半日です。低気圧が通過したその数時間のところでうわっとこう変わっていって、それでまあ、飯舘村あたりはその、かなり濃いプリウムが走っていたんですけども、もちろん関東から何からね、もう本当に、数時間から半日ぐらいの間で起きたことですね。あとの何日もの間風はずっと吹いてくれてて、一番深刻な時とにかく風はずっと海の方に吹き飛ばしてました。あれはもう、そういう意味での運が良かった。もしあれが逆に向いていたら、そういうことを考えたら、それは一人だって皆に逃げ出さざるよね。そういう状況ですね。ですからまあそういう意味で被害の大きさをやっぱり確率にかけて考えなきゃいけない。私はやっぱりその、部分というのはやっぱり原発がやばいぞという一番最大の問題なんだと、自分ではまあ思ってますね。もう一つは大きいのは核の、まあ、これはまあその原発の話をしていたわけですけども、廃棄物の狭がないということです。この2つ、まあ、あとはもうその2つだけで私は十分だと思っている。ということで、大体、あ、そうだ、まだありましたね。もうそろそろなくなるんじゃないかと思って、心配なくて、話を聞きましたけど、90分持ちますね、これね。この話がありました。条件付き確率のベースの例、これはとてもアップデート、今流行りの話、こういう話を考えて、ある日の夕暮れ時に街角でひき逃げ事件が起きた。事故を目撃した女性はこう言いました。人をはねた逃げた車の色は茶色でした。警察としては、じゃあ茶色の車を全部、に絞って、捜索すべきかという話なんです。車の色は本当に茶色だったのかということを考える上では、こんなことを考えて、茶色の車って非常に珍しい、めったに見ませんよね。で ただし他の色の車を茶色と間違うこともありますよね、うん、その時にこうね、夕暮れ時とかで、ね、茶色見せた。そんな条件だと証言が間違っているという確率を考えられます。その可能性を、解かなきゃいけない。というそのところがベージュの定理です。で、あまり数式出すのもあれですから、まあこういうふうにしてシチュエーションを考えます。 A というのは車が茶色であるという事象です。それから B はそれ以外の色である。だから A と B はちょっと裏返しです。まあ集合の言葉で言うと、A の否定というかね、 A のコンプリメンタリー、上に C をつけたり棒をつけたりしますけども、それが B です。ちょうど A と B は裏返し。して E というのは車を茶色と認識するその人がですね、そのことを E というふうに、まあイベントというふうに考えてますね。これ3つ目かな。で A というのは、100台に1台、まあ、これは仮の数字として100台に1台に茶色の車があったとします。もっと少ないんでしょうけどね、見たことないもんな。
それから B の方はその他の車の存在率というのが 0.9 になる。つまり確率から言うと、99% の我々はその茶色以外のものを見てるというわけです。でここに、ちょっと面白いというか不思議なものがありますが、これは A が成立しているとして、 A が起きているとして E が起きる確率というふうに考えます。A の方が条件で、 E の方がその時に注目する確率ということで、車が茶色であるとして、それを茶色と認識するのがいいですそういうふうなものですね。これはかなり高いはずです。まあほとんど 100% でもかなり構わないですけどね、細かくあの数字書いてあるのはあの計算式にした時に、紛れないことだったんです。で、今度はこれは、その逆ですね。他のようだのなのに、茶色だ、グレーなのに茶色と思っちゃったというふうな、その確率は、まあ、かなり低いでしょう。それでもまあ25回に1回ぐらいでも、誤認するだという、そういう状況があるんです。これは自然ですよね、設定としては。でその時にこの確率、茶色と認識したとして車の色が本当に茶である確率、これです。いい、このこっちが条件になります。茶色と認識しました、これその時に茶色である確率、さっきのところにあのひっくり返ってますよね。これがE の A だったのが、今度は A の A、E という順番になります。それはこんな風に書くことができます。まあ、本当に、まあ、式を書いてもらったんですけども、まあ、ちょっとごちゃごちゃするから、ね、うん、2割しかありません。これはなかなかすごいですよね。つまりむしろ非常に稀なことが起きたというふうな証言に関しては、その人が誤認している確率を考えた方がいいということです。で、ただし普通の人はそう思わないですよ。非常に稀なことをその人が言ったとしたら、それはものすごいシャープに絞れると思うんです、うん、違うんです。それ稀なことを言ったとすると、その人は稀に間違っている場合、確率を非常に低くても、やっぱり、こういうことになってしまう。だって、ね、先ほどの、これから言うと、これは全部非常に想定としてはありそうな想定ですよね。茶色の車は、100分の1しかありませんよ。それから、茶色の車をもうほとんど間違いなくこの人は茶色っているはずだと。そして茶色以外のやつを、茶色と言っちゃう確率は十分低いですよ。これはとてもね、リーズナブルな、ありがち、ありそうな想定ですよね。なおかつそれでもってこういう結果になった。これがベイズの定理からというのは、この式を導く、まあ、さっきのやつ当てはめてもらえばもうすぐできるんですけども、ベイズ式になっちゃうんですけども、もう、非常にシンプルな計算でこれが出ちゃう。しかし結果は極めて驚くべきことなんですね。で、病気のスクリーニングとか迷惑メールで、これは疫学的な話になりますけれども、病気のスクリーニングの話というのをここで、考えてみましょうか。この E の方が、ある検査で陽性になるというふうに考えましょう、うん、そして A の方を、
こちらはですけど、これが病気をある疾患を持っているという書くことにしました。で持っている持ってないでこれ AB で裏返しないですよね。そうすると人口の中で 1% だけ、が、罹患しているものを対してある検査を行います。その検査はなかなか優れた検査で、この、そのもしそれが、茶色の車っていうのを結局罹患してるっていうことになりますから、罹患している場合にちゃんと罹患しているというふうに判断してくれる方が 0.9 なんです。逆に言うと 0.03 の人は私病気なのに捕まえてくれなかったという指摘になるわけですけどね、でこちらの方は、非常に低い確率だけでもだけども陽性になっちゃう。ですからこれは何かというと、そういう言葉で言ったら真の陽性です。そしてこちらは偽陽性です。その時にこの数字でも結局こういうことになるわけですよね。これを読み替えましょうか、ね、陽性であると判断されたとして、その人が本当に、病気罹患している確率はということです。こんだけしかない。でスクリーニングっていうのはですから、なじゃあ何の、スクリーニングっていうのは非常に重要であって、それでも、もし、これから先の精密検査に、進む人間をここで絞り込めるんですね。で、ですから、100% の人に対して最初から精密検査したら、これは社会的コスト、経済的コストがもう大変なことになってしまいます。でもこうやって濃縮していく、そしてこの段階でやると、10人検査したりしたとすると2人からは本当に、あなたは何でしたとか、なんかそういうものが出てくるんです。それがスクリーニングですね。でこれはね、アメリカの、時計の本に載ってたら、この話がですね、エイズの検査であって、そしてこのことを理解してない人がいて、実際にこの検査の意味を理解していない担当者がいてですね、それで、その被験者に対してエイズの一次検査で引っかかってきた。その時に、もうあたかもあなたエイズであるんじゃないかみたいな感じで話をした。実際にはその検査では、それ引っかかったからといっても本当にエイズである確率は、半分はなかったはずなんですけどね、で、3割とかそうか。ですから、ところがそれをそういうふうに、あたかも確定的であるかのように伝えてしまったために、その被験者が、もう自分はエイズだと。当時はもうエイズは2、30年前はもう不治の病ですね。でも非常にもう自分に移したのは誰だとかね、で自暴自棄になって、そしてそこから、乱脈なその、性行動に走ってしまったと。ほんで本当にエイズにかかっちゃったという、そういう話ではありました。ということで、あと迷惑メールって何でことかというと、これは、我々があるいはどっかのところで、こう文面を見て、これは迷惑メールだ、この言葉があったらというふうにやっていきます。そうすると、中で自動的に、これがあったら、迷惑メールである、何パーセントの確率、これも、言葉がついていたら、何パーセントの確率で迷惑メールであるというふうなことをずっと統計を取っていきます。集積しているんです、そしてそのことによって、シャープに、迷惑メールというのを切り取っていくという、
でもこれはやればやるほどそれが角度が高くなるんですね。ベイジアンフィルターという形で、ね、そういう、ベースの法則を使った、ものがあります。ということで、一応まあ大体なんていうのかね、あんまり早くあっという間に終わった感じがしますので時間半分とってみます。まあまだまだあります。喋ればいくらでもできるんですが、正規文法の話からね、もう少し、まだこれは違う文脈でやるといけないし、ファーソン文法の話、ね、先ほどちょっと触れました。これもとても面白いネタであります。もっともっといろんなことがある。それから全く今日触れることができなかったのは統計的検定の意味ですね。統計的検定っていうのは、例えばこれが、意味が例えば、なんだろうな、偽物であると、偽物ではないと判断、そういう限定減免しても、まあ、90% 程度の信頼度で当たるみたいな、ちょっと言い方微妙なんですけど、そういう、形で、確率を確率と含めて、物事を判断する。これはとても大事なところなんですけどね、難しいところで、それそれの手足大事かなと思うんですけどね、あと放射線原則ですね、とにかくさっきちらっと言いましたけど、これも本当はシミュレーションを含めてずっと、まあ、言えればいいかなと思います。まあ、まだいろいろこのネタは教材的には放り込んでありますので、ですね。で、今これつながってませんけれども、これ、リンクになってるんですけれども、この統計学入門この右上で検索していただきますと、本にリンクがあってます。でこれ、ちゃんとした一冊の本にもなってるんですけど、その前からずっと作り込んできてて、ネットに公開してるうちに、まあ、いろんな人が直してくれて、それで来てまして、そこそこまとまりの良い本になってました。これを公開したらなんとダウンロード数が最初の1週間で20万来ました。印税取ればね。いやー本当にね、でも今でもずっと来てダウンロードされてますし、あちこち大学やいろんなところで企業とかですね、そういったところで使ってもいただいて大変、お役に立てているような気がします。で、ネットからダウンロードできる統計の資料なんていうのちょっとまとめサイトがありまして、そこに紹介したいと。まあ、そういうことですね。まあ大体読む程度に考えましたので、まあ、とりあえず私のおしゃべりの方は。休憩をして大体40分から開始というので、ではもう始めましょうか。はい、はい、90分非常に、もうちょい授業を聞きましたけど、どれにしましょうかね。なんか質問しながらとか、先ほどの話で分からなかったことでもいいでしょうし、それ以外のことでも、一応ね、今録画してますんでね、一応ネットでせっかくの授業なんで公開しますけど、前だけやってますんでね、皆さんの顔を映らないようにしてますんで、そういうことで、まあ、お話しいただければと思いますけど、どうですかね、なんかそういう統計や確率についてなんかあれはどうなんですかってみたいな話も含めてですね、
なんか咲き始めたら、なんかあのよくあのサプリメントでとかなんかで、ね、満足度 99.何%とか言ったら、あれはなどういう根拠で言ってるんでしょうかとかね。ちょっと今ネットつないでみましたので、あの、まあ、ちょっと重いな、こういうページがあります。こういうふうなページがありまして、うん、そこに、ダウンロードし、まあ、割と細かく2013年に公開しまして、あとわーっとこう今年の夏までずっとやってますね。あのやってきてます。まあ、そんな感じです。はい、あ、そうです。それで、何だったか、そのサプリメントです、満足度ですね。これはですね、この、まあ、教科書の方でせっかくですから紹介するんですから、行きましょうか。その、数学的な、モデルとしては無作為標本抽出というのがありますね。で、それは何かというと、これは母集団がありまして、そこから、こう引っ張っていくと。そしてそうすると、まあ、これはこっちはもう非常に多数なわけですけれども、そこから、まあ、要するに処理できる数のですね、例えば数千件ぐらいまでのものを拾ってきて、そしてその平均を求めます。で、まあ、分散なんかも求めることができますけれども、いずれにしてもここで我々が手にすることができる、値というのはこれしかありません。これをもってこちらを推定しよう。これがあの標本抽出の考えですね。ですから満足度 90% とかいうことであった場合に、ここから、拾ってきて、そうした場合に、まあ、ここのところで 90% であったというふうな、結果が出たとします。そしてそれとこれは、本当の平均はこれはこれと、まあ、ある幅を持って一致するに違いないと。多少のズレはあるけれども、それは、一致しますよというのがこの無作為抽出が教える、議論でありまして、そこで、まあ、ちょっとわーっと飛ばしますが、こういうところ、これは何かというと、これが、そのサンプル標本を使って得た平均というのが X のバーというものですけど、これ標本の平均。つまり我々が、世論調査で、いろんな調査でもって得る平均というのはこれです。例えば、聞いた聞かないというふうなことで言いますと、聞いたを1にして聞かないを0にします。そうしますと 90% の人が聞いたということになりますと、0.9 というふうな数字が平均値として出てきますよね。0と答えた人が1名、そして、1と答えた人が9名であるということを考えると、平均は10分の9ですから 0.9 なんで 90% 聞いたりする。つまり、そういうふうにして、得たものがこれです。そして、フェアに行われたものであれば、それは、究極にはこれ E というのは期待値という概念でありまして、何回も何回も抽出した場合には、そのサンプルがあれば、まあ、結果的にそれは、このμというやつに、収束してきますよという話、あるいは無限にサンプリングすればこれ集中してきますよという話。それからこちらの方が言ってるのは何かというと、これは
母集団、本物の、これミュートが、これ本物の方です、ね、母集団の。で、それの、これは広がりです、これ、こっち側は。つまり、この、サンプリングした結果の何パーセント、支持率は何パーセントであったとか、そういったやつの広がりの部分です。それは、数を多くするとシャープになりますよ。数が多ければシャープになります。で、また元々の本来のやつの、広がりにも比例してますよという、そういうことなんです。で、これはまあ要するに、標本抽出における最も根本的な部分なんですね。ところがこの時に問題は何かというと、ランダムサンプリングであるかどうかという、もうそこにかかっちゃうんですね。で、ここで要するに、その 90% の人が聞いたという場合の、 95% の人が聞いたという場合の、母集団が何かということが問題になります。母集団の方がすでに、もうセレクションがかかってしまっていたとすると、そういうふうにして、セレクションがかかっていたとすると、この母集団自体がもう色がついちゃう。これがもう 色付きになっちゃう。この中で、こういう、実はこう本物の母集団から、この、濃い部分だけを、例えば 1が集まっているやつをこう集めてきているという、そういうことですよね。で、多くのそういう、まあ、サプリやなんかの商品の場合ですと、利用者からの、利用者を母集団にしています。ということは、そのアンケートだって別に使わない人はアンケートを出しませんからね。うん、で、要するに、で、また、聞いたという人の方が、聞いたって、ね、答えてきますから。そのために、これは、母集団の偏りが発生してしまっているので、少なくとも信頼できない。で、現在、その問題になっている世論調査の問題というのは、そういう母集団の、偏りのないサンプリングが非常に難しくなってきた、うん、そこなんですね。で、現状ですね、母集団が最も信頼できる、サンプリングとしてですね、信頼できる調査っていうのは一つだけあります、うん、何でしょうか。抽出調査だけども非常に信頼できる調査、これは出口調査です。出口調査はね、これは現実にそこに来てる人に対して、うん、調査員がランダムに選択するということをやりますから、うん、そういう意味ではランダム性が非常に良いんですね。それが違うと思います。その選挙の結果の調査で出口調査が一番信頼できるというんであって、はい、選挙が来ているという色のついた集団だから、はい、だからそれは選挙、はい、まあ、そうです、そうです、そうだから全くそう、今の話とは違うと思います。はいはい、分かります。それはですね、選挙結果の予測に対してです、うん、ですから世論調査ではありません、うんうん、そういう意味では言ってあることは正しいですし、ただし選挙結果の予測に対しては非常に正確にできているということです。この話聞いたらですね、まあ、今日はちょっと偽科学のこともね考えていくと、はい、例えばね、こういう本がありますね。科学者の9割は地球温暖化 CO2 犯人説は嘘だと知っていたっていう
それも嘘ですね。これはね、だからあるどっかの学会かどっかでこう、うん、温暖化ね、まあ、CO2 でどう思いますかと、やっぱりそうじゃないと思うと手を挙げてくださいって言ってほとんどの人が手を挙げたと、うん、それを持ってさっきと一緒ですね。その抽出したというかね、そこにいた人がたまたまそういう人だってたくさんいたと、それを科学者のほとんどがそういうふうに否定していると、うん、こんなことを科学者が 本にしてまで温暖化を見て会議したりとかしているという、うん、有名な話があります。いや実際ね、こういう無作為資本抽出が強力なその武器であることが分かったのは、今世紀に入って、今世紀、まあ、20世紀に入ってからですよね。アメリカの大統領選の予測が大変有名な話がありまして、それまであれはなんとかリーダーしてリテラシーなとかっていう、雑誌がありまして、それが、全その読者からアンケートを集めた。そして、共和党の候補の、当選を予測した。ところが、わずか、数千だったら、まあ、1万ぐらいかもしれません、ちょっと正確になりましたけども、当時まだ大学の、教授であったギャラップという人がですね、その、手紙を使った無作為抽出をやりました。それで、民主党の、ルーズベルトかな、それの当選を予測した。完全に予測が反対だったんですね。それでこちら側はもう俺のところはこれだけの数を揃えたんだという、でこちら側は数千という規模です。で全然それ正しかったらそっちだなと。で、その、リテラシーリーダーとかそういう名前だったと思うんですが、その会社はそちらの方はもう結局それだと潰れましたし、ギャラップはご存じのように世界の最大の調査会社に、なったんですね、それがもう、まあ、この会社の中心の威力っていうのをまざまざと見せた。で、RDD はある意味条件が整っていれば、つまり電話のやつですね、良、うん、かったんですけれども、今はそれも成立する条件が非常に崩れてきてて、うん、難しくなってしまいました。つまり全員が固定電話を持っているという状況でですね、よく自分のところ何回も買ってくるって人がいるんですけど、それはしょうがないです。ランダムに選ばれちゃって、その人もそのサンプルって固定されちゃってるんですけどね、うん、もうしょうがないからそうやってもう作っちゃうんですよ。で、それでやるんですが、昔はそれで固定電話 に各世代みんな持ってて、それが大体各世代一つだけ持ってるというね、しかも世代ごとのランダムサンプリングが割とよくできてたはずなんですけども、それがもう携帯になっていってのことと、もう私はそのことを答えないという人が増えたのと、うん、その両方があって、もう大変 RDD も苦戦している状況です。先生、テレビの視聴率ってのは信頼できるんでしょうか？テレビの視聴率はですね、はい、全国で何千というぐらいです。そして例えば名古屋地区で600とか、そのくらいの数だと思います。ですから、ざっとですね、例えば視聴率が低いものに関しては相当、まあ、アバウトになってしまいます。ですから 0.1 なんという精度は全く出ません。うん、ですから例えば今回の、朝ドラと前回の朝ドラの視聴率の比較とか出ますけれども、あれが 1% のぐらいの差だったら本当はどっちか分かりません。でもそれでもやっぱり視聴率っていうのは競争に使われるものですから 0.5 刻みでずっと出るわけですよ。あれは不思議なんですけどね、はい、秒単位で出るでしょう。どうして出るんですかね。まあ移動平均使うんでしょうね。つまりそこまでの、一定期間 の、 やつをずっとこう取っているというかデータを。
一つの番組の中で高かったり低かったりします。ですから今はあそうか、あと最近はあれじゃないですか、ネット使ってるんじゃないですか。ネットですかね。あもし可能性がある瞬間瞬間視聴です。瞬間でやってないですけどね。それはまあ、いちいち見たら切り替えてないと思うんですよ。それですね、それですね、あの私の友人がたまたま当たったらしくて、はい、機械が届くそうなんですよ、はい、それであのリアルタイムでその会社に今何チャンネルかけてるかっていうのは送られるそうなんですよ。ああやっぱりね、そういうことやってるんですね。うん、そんな配慮使わないとできませんよね。何も来ないんですか。いやいやいやある朝一なんかでもこのボタンを押してね、うん、もうザーッとやってきますよね。ああいうふうなネットを使った、うん、フィードバックができるようになりましたからね。でもその視聴率の今の瞬間の話でね、私も不思議なのが、例えばあのいろんな番組でね、あのこうあなんていうかな、なんかのテレビの、はい、なんかこの映像を映した時にすごく伸びましたとか言いますけど、はい、そんなの見てる方はそれをその番組でそこを予測してチャンネルを終わりするわけではうん、そうですね、あれ不思議ですね。あれ不思議なのかな。確かにそうなんですよね。なんか気がするんですよ。モニター全部10個並べて絵で見てるような絵もないですしね。あれはどういう確かにあの、何かの決定的瞬間になると急にふわって跳ね上がるけど、ありますよね。でもその決定的瞬間が来るかどうかってあんまりよく分かんないような感じでもちゃんとそこで上がってる不思議ですよね。みんなで電話してるんでしょうかね。捕まえてますから、うん、ちゃんとこう変えながら見てるのも全部記録取ってるんで、うん、であのドラマとかの最終回とニュースや阪神巨人戦をこう決め替えながら見ながら満塁になったからこっちとかっていうのを全部撮ってるんで、それが結構いるんですよ。だからあれ結果として出るんですよ。結構いるんですよ。機械を機械自体は300台とかトータルで3000ぐらいとか、そうそうそうなんですよ。だけどもそれで出るんですよ。そんな人おりますの。せわしない。一つの番組見てて盛り上がりそうになったらチャンネルを変えないわけだから、結果的にその逆の見方で確かにその面白そうな時にそのピンが残ってるっていうことに言えるかもしれないですね。出入りと出が減るからね。そうそうそう。あれでお金が動いてるんですかね。そうですよ。あれでも広告料かかるのかね。ね、視聴率で。あのなんぼっていうね、値段決まるんですよね。結局それあのね、あのそのね、調査の値段、調査の対象になってる人たちっていうのは、はい、頻繁にテレビを見てるとそうでしょうね。テレビ見ない人なんかにね、モニターになってもらわないでしょう。だから、それどうしてんでしょうね。あれモニター依頼はするんだけど。預けたけど全然見ないってやっぱ引き上げるんでしょうね。だって視聴率 40% 言うたらさ、え、日本で4000万人の人がこれ見たんですかって思いますけどね。え、あれ見てる人の中の 40% でしょ。そうですね。もうだから4000万人でもない。いやいや、だからそれでだからそう標本でねやってもうだからそんなものそんなもの よっぽどテレビ好きの人視聴しか見ないでしょっていうものかもしれませんよね。それで結局何がその、ね、あの視聴者に向けるのかというのを見るのっていうのはね、それって非常に確率的な発想になるんじゃないかなと。だからテレビがますます面白くなくなってしまうというような。すみません、ちょっと2つの質問をしたいんです、はい、1つはちょっと個別的で、1つはちょっとそもそものちょっと私が何かかというような、はい、さっきの、パワポの中で、はい、まさに原発のところの N の式がありましたですね、はいはい、あれちょっと分からなかったのがこれですね。はいはい、それで2つその原発のことともう1つその前に何か例を出されたと、あ、はい、例えばどれでもいいんですけども、はい、例えばここの、はい、その1万個の部品がからなる機械がある、はい、部品が不良である確率が1000分の1であればっていうのは、これは仮定ですね。この仮定です。で、はい、次のじゃ原発のところのことで、はいはい、とこの、あ、これね、事故を起こる確率が2000分の1と設計されていると、まあ、こうなると、はいはいはい、この2000分の1っていうのは先生が仮に置かれた数字なのか何か、これは、ね、何かで見たんで取ってきてるんですけれども、はい、
こういうのはね、はい、設計するんです。つまり信頼度の設計があるんです。つまりパーツごとにこれはどの程度の故障確率がある、これは10分の1まで抑えてとかね、そういったことを非常にこう積み上げ積み上げしてやっていくんですよ。そういう形 の、 あの安全設計っていうのはあるんで、うん、まあそれはあのその上では大体これくらいの話にはなってたと思います。じゃあもう一つですね、はい、あのちょっと私が数学とか全然わかんないんで、はい、なんかビデオ撮ってるっていうんでこんな質問するのすごい恥ずかしいんですけど、あのさっき の、 あの女の子の生まれる確率の話を最初ありましたよね、はい、で例えば私なんかは本当にこうシンプルにああいう質問が起きた時に、はい、じゃあ女の子か男の子かどっちかだから2分の1だってまず思っちゃうわけです、ね、でもまあこう聞くとはなるほどなと思うんですけども、はい、結局それは私がその確率とは何かっていうのがなんか そこの何か私の認識がなんか ずれてるからそうすぐに男か女か2分の1じゃないっていうふうに答えてしまうんですか、うん、でそうなると確率ってそもそも何なんですか、うん、でその確率って結局社会に、まあ、役立てる、あの今いろいろ聞くとね、そのさっきの事故を起こすあれをするためにっていうのはそこは何か確かに社会に役立つんだなと思うんですけど、はい、その核なんてうまく言えないんですけど、うん、そこがすごく私はいつもモヤモヤするんですけど、うん、何かいい答えが、はい、ですね、ここであの、うん、こういうのを確率空間というんですね。で心の中には全てを尽くしているという、あの可能な全てを尽くしている、出来事の全てを尽くしているもの、こういう集合のことを確率空間と、標本空間といろんな言い方をしますね。そう言います。そしてこの場合にこれとこれとこれとこれがどれも等しい確率である、こういうものの要素とする扱うんです。そうすると、話はとてもシンプルになって、ここにある数で見ましょうってこと。つまり、男の子か女の子かしないというのは場合分けとして考えた場合に、じゃあ、まあ、逃げる場所じゃないけれども、男の子の方が多い集団、女の子が少ない集団というのをがその標本空間になっていたとすると、そしたらあのどっちかじゃなくて結局あの男の子の方を取る確率は高くなりますね。こういうことにしましょうか。今ですね、この箱の中に男の子と女の子がいることにします。で男の子が70人、女の子が30人だったとしますね。そうした場合には、まあ、誰でも直感的に分かるように、そこからランダムに1人を取ってきた場合に男の子である確率が高いですよ。つまり女の子か男の子かという二者択一のようですが、実は男の子の方がたくさんいる。その標本空間の中で男の子というのが70、女の子というのが30あります。ですからその数を数える、それが確率。そうです、可能性ということですか。はい、可能性ということですか。可能性ですね。確率というのは可能性の問題、そうです。確率は、その、まあ、例えば一人を選ぶということをやった場合に確率が 0.7 であるというのは何かというと、そのことを非常に多数回やっていれば、7割の確率でそれが実現しているだろうということなんです。だから男の子は生まれる抽出率が 70% の可能性としてあると。そうですね。ということです。でここがね、でもその二者択一的なところで、ギャンブル依存症の人はそう考えない。
それはね、でもね、ギャンブル依存症の人はまさにね、あの当たると当たらないというふうな二者択一で考えて、はい、あの会計を続けます。怖いんですよ。あるいは場合によっては、先ほど桜井先生のあの、うん、まずこう自分でっていうような感覚でいきますから、うん、結果的にあの引き寄せられるって、念が強ければ引き寄せられるというふうな感覚さえもあの、でもさっきの麻雀の話は例えとして良くないと思います。麻雀の実力差がある世界で、ありますね、あの宝くじのように確率で家庭でやってるものとは全く違うので、そうです。あの例はね、本当ちょっと誤解を招くと思います、うん、まああれはだけど、どちらの方ですか、前と後ろの方、あの麻雀の方ですね。そうね、うん、麻雀の方っていうのはこう気合でもって相手を威圧しながら、その勝てる部分もありますからね。ただ能力差もあるし、読みもあるわけですから、ね、ああいうものに対して確率話をあの混ぜ込むっていうのは、これはちょっと混ぜ込む。いや、あの月っていうのはだけど、それはあるわけですよ、どのゲームにおいても。ですから、あの麻雀で、それは強さの要素とありますけれども、それでも弱い人でも強い人でも月というのをあの感じるわけですよね。でも手を組むのは能力が関係する意思とかそういうものが関係するわけだから、あれはその機械的に流していってるものとは違うんで、あのあれをその積み込みも、まあ、積み込みも考えてやるんですね。どの手を組むかとかそういうのもあるわけだよね。うん、それはなるほど。ただ特級学者は多分ね、マージャンの例でもこの人の勝つ確率は 0.9% 能力を確実で考えると、そうすると勝ち続けるという連が起きる確率が何パーセントかっていうのを考えると、先生おっしゃるように、あの統計的に言うと連の確率っていうのは独立事象だから全く一緒だよっていうので、あの一緒になるんですけども、その時にあのおっしゃられるように、勝つのが能力っていうのを確率、あの勝つ確率というふうに捉えるんではなくって、場によって違うんだ、変動するんだって言われると微妙なところなんですよね。実際アメリカの調査でも、あのバスケットボール選手がものすごいたくさんゴールを決めるこうやってついてるんだっていうのを確実計算したら、完全にランの状態やったっていうような話がありますね。日本の J リーグのゴール数やったのがあって、これはちゃんとパワーソルブみたいな、そのやっぱりそのゲームの性格っていうのは、確かにあるといえばありますね。それと、はい、あのこれ今やってる話で言うと、はい、その違和感があるというのは、要するに組み合わせの話と順序がある話とで、例えばこの図を縦半分に切って、はい、右半分だけで最初男の子が生まれました、2人目は女の子ですか男の子ですって2分の1になるわけですよね、はい、でも組み合わせとしては、例えばそのいろんな2人子供がいる親を集めてきたら、はい、あのこういうふうな4通りがあるから、はいはい、なんかそれで1つを減らすと残りは3分の2になりますよっていう話だから、はい、それが要するにその順序というのをどうしても頭の中で意識されるんで、意識しちゃいますよね、2分の1というふうに、そうですね、あの、はいはい、そうだったんですね。そこでそういうふうなこう2分の1という思い込みが出ますね、うん、だからこの時点でやっぱりわからないんですよね、この問題を出た時点でそういうふうな要素をいろいろ考えちゃうのは確かなんですね、うんうん、あ、いいですか、はい、あ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、あの今私気になってることがあって、はい、あの福島の原発事故で、はい、先日ニュースであの子どもたちの甲状腺を調べたら、はい、県内で100人以上甲状腺がんになったっていうニュースがあって、はいはい、それを聞くとどうもやっぱりあの被爆と、はい、甲状腺の因果関係はあるんじゃないかと、うん、どうしても思ってしまうんですが、はい、ただ一方で甲状腺がんの調査っていうのは福島県だけであれだけやったっていうのは初めてでしょうから、うんうん、全国的に比べていないのに、うん、そのなんていうかな、被爆と甲状腺がんの因果関係を確信しちゃっていいのかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ僕はあまりちゃんとあの話を追跡してなくて申し訳ないんですけれども、うん、甲状腺の異常っていうのは非常に多く発生しているもので、そのために、普段の、こう医者が見て異常を発見するという以外の案数が非常に高いと言われてるんですよね。うん、そのために、
徹底的に調査するとどんどん数が増えちゃうという、うんうん、そこのところあって、まあそのそこを考えるとやはりあの数字からどうというよりはもっと、日本人警察も検査しなきゃいけないねという話は確かです、うん、ただ、福島の場合にはやはり非常なコストをかけて全員に対する検査をどん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 、まあ、やってますよね、うん、それだけのコストを他の地方でかけられるかと、うん、で例えば長崎と北海道みたいにね遠くでやったデータ欲しいっていう話があるんだけどもそれ難しいねっていう話が、うん、あれ確かにコントロール あのテストやって他のところでも検査するとお金やって出てくるっていう話そうでしたね、うんそれこそベイズの定理でそうですよねあの、まあ、ぜひ実例で、うん、確かにそれはちょっとあの考えてみましょうありがとうございますなかなかねあれは難しい問題ですねあの過剰診断になった場合なんていうことで、ね、当然あのスクリーニング効果で発見されると発見したらやっぱりそれ直さなきゃいけないんじゃないかということで、うんで直せたらね、もう一生はね、うん、あれずっとあの、ね、薬も話しなきゃいけないですね。で、その甲状腺がんだけで死ぬということではないから、うん、いうところとかね、だから、なかなかこうそう社会的実験みたいな形で統計調査するということは、なぜ、うん、それがなんかその、ね、あの社会的意味があるのかという問題なんかもね。うん難しいですよね。あの福島大学のね清水先生だったらどうしようと。そうそう。他にいかがですか。じゃあちょっとブレイクしてあの別の話で遊びましょうか。あの石墨の話っていうのは多分いろんなところで、ご覧になっていると思うんですよね。で今ちょっと石墨を継続してみましょう。正規分布っていうのはですね、まあ、こんな、非常にきれいなこちらな、絵が出てこない。正規分布ってのはですね、こういうふうな、これは、こっちが下が標準の正規分布です。これがあの一般的な正規分布で、とても綺麗なこういう山形を作る。で、いろんなところで正規分布が使われます。そして正規分布を使った、解析っていうのは、やはり有効な場合が非常に多い。有効じゃないことももちろんあるわけですけどもね。でなんでそういうのが、成立するのかという話というのは、これ皆さんは割と疑問に思ってますね。で、例えばある量というのを伺います。例えば、ね、自分の体あの、何かの医学的な診断指標になる何かの物質の量とか、そういったものを伺いますね。で濃度を決める。とすれば、まあ、大体何となく正規分布しているということがあります。それから、まあ、体重とかあのそういうのも、まあ、偏りはするんだけども、まあ、中心のあたり見ると、まあまあそこそこ正規分布で、そういう感じなんですね。じゃあなぜ、正規分布というのはいろんなところに現れるのかという話が実は結構あの面白いんですね。ここでそのための、いつもこれは使っている話なんだけど、正規分布が成立するというのはですね、このいかめしいその名前定理がありまして、中心極限定理という恐ろしい名前があります。で、これはどういうのかと言いますと、まず、正規分布なんか全然関係ないものをお見せします。
これはこの下のこのラインは全然関係ないので、まあ、ブルーの方は今無視してください。今これは何をやってるかというと、これが0でこれが1、マイナス1からプラス1ですから、ちょうど0からプラマイ 0.5 の間に雨粒が落ちてきている、そういう状況を、これはちょっと早起きしますね、スピード速い。そうすると、こういうふうに、まあ、1メートルの期間があって、ここに雨粒がこうしてきたとすると、まあ、曲げ算をしてきてくれるのであれば、どこも同じように最終的には濡れていきますね。で、それは要するにこう一応分布と呼ばれているものです。ところがね、この時に、これらを足し合わせます。つまりこの時に今ちょっとあれですが、今1個ここに来てますね。それから、ここに来たりとか、いろんなことが起きて、結局これがあっち行ったりこっちフラフラしながら全体に一様に落ちるとね、2個落とします。2個落とすと何が起こるかというと、こう非常に大雑把に言いますと、右側に、両方とも落ちる確率は4分の1です。左側に両方とも落ちる確率は4分の1です。右左に分かれる確率は2分の1です。それが一番大きいですね。そして、右側に落ちるものは、結果的に、まあ、右を、マイナス側としますと、低い方に飛びます。まあね、で左側に落ちる、逆だ、こっちは左ですね、左はマイナスで右側はプラスに飛びます。そして両方こちらとこちらに来たものは相殺し合って真ん中に寄ります。それを見てみましょう。2個で今度は、2個のものが、雨粒の中に2個ですよね。これでもって、これとこれの輪が来ますから、今ここでさっきより 0.5 ですけど、ちょっと上に上がってきてなりますね。最大ここまで消えます。こちらもマイナス1まで来ることができるでしょう。ところが真ん中の方に来るやつが高いです。つまりでこれもう少し頑張ってやるとこういうふうになって、結果的にランダムなやつが足し合わせるとその中央に寄ります。両方とも端に寄っても起きない、でこの場合の分布はですね、実はきれいな三角になるんですね、これは証明、あの数学的に証明できるので、これやってるとそうなります。でここで12個もあると、これは非常に、まあ、十分多くの数になってくるんですが、何が起きるか。12個のやつが足し合わされてって、そうすると、全部がこっちに来るなんてことは起きこないわけですよ。12個は、まあ、最高6、0.5 が一つ一つは0.5から。そうすると、マイナス6からプラス6までの範囲に落ちる可能性がありますけれども、全部がここに来るっていうのは、極めて確率が低いはずですよね。ここの端っこに10分の1の確率で1個で寄ったとしても100万分の1回しか来ないですから、そういうふうで6個12個ですから、違う、1兆分の1回しか来ますよね。10分の1の12乗っていうのはそういうことだ。で、結局全体としては足したり、プラスのやつとマイナスが大体同数ぐらいのことになっちゃうから、きれいにこうなる。ですから、正規分布というのが非常にいろんな、ところで、使われて、皆さんも、例えば試験の成績だとか何とかっていうのを考えますね。で例えば試験の成績では、何が効いてくるかというと、要するに、まあ、例えば、多数の科目でもって足し合わせると、まあ、これが得意不得意っていうのはこんなのあって、全部が得意な人ってどうしても減ってきます。まあそういう感じで、
実際あの数学の成績っていうのは線形分布に全くならないということが昔から分かってて、いるんですけれども、それ以外の知識系の科目っていうのは線形分布が成立するっていうのは知ってる知ってないということを全部知ってるとか部分的に知ってるとか、やっぱり、そういうのが一つ一つの積み重ねだというか、ね、点数がね、そのためにこういうことが起きてきて、でこれは12分の1に非常にこの綺麗な話なんでね、こんなふうになる、ということで正規分布ってなかなか楽しい、ですね、すみません、これ自然の雨からやってるんですか？自然の雨ではなくて、それを、シミュレーションで作り出している形です。ですからじゃ自然の雨を使ってやってもこれができるはずです。でもこの雨粒というのは例えば、はい、どういうものなんですか？今ここで、要するにある中心があって、その周りで、こっち行ったりあっち行ったりするものであれば何でもよろしい。この雨粒の場合はですね、ここから一様にってことなんですけれども、そうじゃなくて、ちょっと真ん中が好きなぐらいの分布の色あります。で例えばですよ、100人の、成績を足し合わせたもの、ここの100人の成績を足し合わせた、この100人の成績を足し合わせた、そういうのはある、こう標準的な、まあ、平均的な値の周りにこう、いくんですね。でこれがなぜ、統計で登場するかと言いますと、さっきの無作為抽出、無作為抽出というのは、ここに、たくさんの、患者さんがいて、そこから血液をサンプリングする、まあ、患者さんというのは、まあ、健常な人とそれぞれの人ね、いろんなやつにいて、そこから、サンプリングして、まあ、スクリーニングのために検査したと、何か成分を取ったとします。そしてその時のこの集団の平均、この100人取った時の平均値というのは、そうですね、これ100人を取るということを 何百回も繰り返して考えてください。これは確率の問題って、そうなっちゃうからみんなさん100人を取るということを何百回も繰り返す。そうすると真ん中のところはやっぱり平均になってきて、そこから外れる、こういう結果も出ます。結果的にそういう場合は、ほとんどその場合は、正規分布が仮定って大丈夫。雨粒の数字の10、まあ、12は仮に100だとしたら、はい、そう100人の血液の成分ではなく、はい、100人の100グループ100回という、そうです、そうです。つまりこれが1回のここで今12人ですね、12人なら平均をここにストンと落とします。それからもう1回次の12人をここに落としますというふうにやってます。だからこれ12人を、標本のサイズというかこのデータの数とする、サンプリングを抽出をものすごい回数を行って今5万7千回を行っている。私いつもわからないのは平均値と中央値がわからない、はい、そのことですか？これは平均値ですね、言ってみれば、まあ中央値というのとこの場合は平均値は結果的に一致していくはずですけどね、例えばね、その平均と中央値違う場合がありますよね。はい、ありますね。でそれがじゃあ例えば実態としてどちらの方が、はい、平均といいますか、はい、実態に即しているかと、例えば、はい、収入とか、はい、年収ですよね、はい、年収はあれは平均値でやるとものすごい金持ちがいたら、はい、ね、ポチンちゃうでしょ、はい、だけど実態としては中央値からしたらやっぱり低いですよね、はいはい、
だからよくその平均収入がここだってこないして、ね、言ってるけど、うん、実態は こっちのこれぐらいの実態でしょっていうところのね、うん、中国で上がるべきではないかというのは、ね、もういうことですけど、そのグラフは、ここいらんであるはい、これです、うん、これは平成23年度の国民生活基礎調査のグループです。そして、平均値が538万です。それから中央値は427万です、うん、で、早い話が国民の、まあ、全世帯、所帯ですね、世帯で、半分の人が427万以上であり、半分の人が470万未満だと、うん、それが、中央値です。人数では考える、うん、あるいはこの、これの面積が等しくなると考える、うんうん、ちなみに私のところでこの間奨学金の制度の見直しをやってまして、新しい、所得が、まあ、少ない人のための奨学金を出そうと思った。最初にその事務局が出してきたのが、その600万だったんですね。うん、まあ経営所得者で600万で、いや、僕これグラフを知ってたもんですから、600万だとね、かなりの人が該当しますよ。で、やっぱり貧しいとか、それまで低所得ってことが考えたら、少なくとも地方値より下にしなければ意味はないですよっていう話になりました。そこで400万という数字に変えたということがあります。つまりその実態がどっちが実態を表しているかということではなく、はい、何かの時に使う目的によって、はい、そのどっちを割りするかみたいなふうに考えるものなんですか。はい、例えばこれでモードっていうのもあります。これは最貧値です。ですがこの場合にはここです、うん、つまり一番仲間が多い階層というのがモードです。あ、そうです、うん、そして中央値というのは自分がど真ん中という人数にして、そういうことか、5人おったら3番目ですよね。5人おったら3番目6人おったら3番目で4番目で、ああそうそうそう、こういうふうになるんですよ。 NHK ですね、職員の給料ね、はい、1177万、平均が、平均 が、 平均があれはね、会長は3200万ですよ。ということは実態値というのはもっと低いんですかね。1000万ぐらいね。いや、職員の給料はどういう分布になってるか。いや、わかりませんですね。引退率の3つが1177万。高すぎる。一応、まあ、NHK もその辺は公開をしてるはずですよね。それぐらい持てると思います。でも、本番の職員の平均はもっと低いかもしれません。どうなんでしょうかね。では今はね、だけど、平均非正規化してしまうとか、うん、下請け化してするということでもって階層を分化させますから、うん、そういう意味ではやっぱり NHK の平均正職員っていうのは高いんじゃないですか。高いね、それ以上に持ってる民間企業もありますしね。そうです、うん、はい、だからそれはいろいろですよね、うん、まあ民間企業の場合ですと千差万別ですよね。何度でもやる、はい、私ぐらいの年になりました、はい、平均寿命のこと、はい、いつも不思議なんですけど、はい、どうそういうのは寿命やってらっしゃいますか。平均寿命は、平均余命との関係があっていきますので、そうそう、ね、はい、ですから結構私の前でも僕と同じぐらいでバタバタしてますよ ね、 ね、なのに長生きがあるわからんしね、まあ平均余命っていうのはありますから、そうすると
まあ、一つ合理的な考え方というのはですね、例えば70歳なんだと平均、こういう統計があると便利ですね。70歳から先の、死亡曲線の、メジアン欲しいなみたいな、俺あと何5割の確率はそこまでいけそうなみたいな、そういう数字が分かったら便利でしょうね。便利ですか。いや、今年は平均寿命が80なんぼですかね、男で80、まあ、世界一やとか言ってます、それは今年生まれた子供が将来生きるであろう予測の数字やと、いうふうに聞いたんですけど、0歳児の平均寿命が平均寿命、そうですよね。だから私は昭和23年生まれなんですけど、昭和23年の平均寿命は確か60、私もはるか過ぎとるんで、大体そんなもんなん、そう考えていいんですかね、自分の年の平均、その年の平均寿命。いや、それは違います。そうだと、そうだ、毎年昭和23年に遡っての、その生命表っていうのは全く使えないので、ね、やっぱり今年は今年、もう65歳ぐらいの方やったらいわゆる平均寿命よりプラス5歳ぐらい長生きしてあります、平均、その辺は保険屋さんが恐ろしく細かいで、この人は掛け捨てやったらこれだけのもの受けられる、会社はちゃんと儲かる、もう保険屋さんに一回見せてもらいました。あ、そうですか。はい、徹底したやつ持ってます。出版もされてる厚労省の外郭が、厚生年間でしたっけ、なんか出てて、各年齢別 の、 平均余命も全部出てるので、それを見れば未来が分かる。もう嫌ですね、それ。じゃあ先生、前にも私見たことあるんですけど、はい、今4割バッターってのは全然出てこなくなって、はいはい、で昔は草野球的でばらついて天才がいたんですけど、はいはい、プロ集団になればなるほどみんな同じような練習をするから、完全にさっき の、 釣り鐘型のカーブの中入ってしまうんだと。そうですね。ってことは草野球、小学校の頃はみんな天才がいたり、はい、それから勉強の最初もいるんですけど、はいはい、大人だったら平均になるのもやっぱり完全にこのベルカーブの中入っちゃうんですか。まずね、その昔の4割バッターというのは、はい、その場合は相対的なその、強弱で決まってくるものですから、例えば昔、例えば記録っていうのはそれはとも伸び続けているわけですよね。あ、例えばその、野球みたいなゲームでは4割がありだったとしても、例えばその昔に、マラソンの記録とか、はい、そういったものっていうのがじゃあ伸びてるわけはない、昔の方がすごいやつがいたってことはありえないですよね。ありえますよね、はい、ずっとこれ上がり続けるんですね。でそこのところは要するに、まあ、野球の場合ですとこういう相対的なもので、そのお互いに平均実力が平均化されていないというか、うん、力の差が非常に激しい状態でやってるから、結果的にこう差がいっぱい出てくるという、はあ、そういう感じなんでしょうね、うんうん、それでみんなこう均等に強くなってくると、もう結局は4割っていうのはピッチャーはもう上手くなってくるし、打者の方が頑張ってくるし、こうやってこうやってきての、積み重ね出てきちゃって、そうするともう、あるところにどうしてもこう抑え込まれてしまう、そういうことなんでしょうね。あ、もう一つ何でしたっけ、あとの方は。いやいや、僕はただ、なぜこの平均化されてしまうのかという、そうですね、うん、先生、はい、そのグラフ見ててね、はい、ボーリングのね、はい、得点の分布量を見てるの、300万とか400万ね、あれに大体100から120ぐらいのね、はい、みんな固まっとるわけですわ、はい、で上手な150とか200の方ほとんどいないよね。この所得の分布、これ面白
から正規分布じゃないと思うんですけどね。あのどういう分布に近いんですか。多分怖そう。フォアソンには比較的にあの近いかもしれないね。あのただやっぱり全体のパラメータ違うからな、うん、でもあのパーソンっていうのはゼロから下に下がりませんからね、うん、回数でやから、うん、結局あの非対称な分布っていうのは右端が左端が決まってるような場合は、どうしても正規分布にはなり得ない、厳密に、うんうんうん、ただ、そうは言っても、じゃあ試験の成績 0.8 とか何とかっていうのもあるじゃない、あの 0.2 切れるじゃないかといっても、その割合が非常に少ない場合には、あの上の方だけで考える状態としてやっぱり正規分布的に振る舞うとしても十分使えるということがあるんでですね。ボーリングですか。ボーリングとこれの、一番の違いは、ボーリングっていうのは最高点が決まってますよね。パーフェクトでいけばね、うん、でも所得ってのは最高ないですよね。いくらでもありえますからね。ところ2000万円以上って実はあっちの8万のね、2000万でしょ。そうすると1億があれはゼロですからね。もう1億だってもうこの壁抜けちゃうんですよ。そうか、うん、それだけのものが寄与してくるんで、この免疫をわーっと引っ張ってくるんだよね、うんうん、これ見てね、僕らの所得は大体100万から300万やったらしゃあないなと、うん、納得するもんなんですかね。せなあかんもんしゃあないなそうなんでしょ。いや、貯蓄の平均貯蓄額とか出るじゃないですか、要はあんなんと一緒で、まあ、うち100万だったらまあ貧乏人の中の一人だからしゃあないな、貧困の定義やね。だから僕もちょっと貧困率は確か、平均所得の半分でしたっけね、うん、平均所得、平均所得ね、だからそれだったら、まあ、だから200万台ですね。これですね、僕の年収が200万とはまあしゃあないなと、うん、日本があの民主党政権になってやっと貧困の定義ということで、貧困率ということはまあ国際標準だということで出して、貧困率はまあその平均所得の半分以下ということをした場合、今 14% か 15% ぐらい、もっと上がってますかね。だから大体アメリカと同じぐらいですよね。ひどいのがあの子供の母子家庭の貧困率ですが、あれそう再分配された、つまり社会保障で給付を受けたら逆に貧困率が高くなるっていう、つまり負担が増え多いから、税金と保険料はで徴収されるから、もう再配分したらかえって貧困率が高くなるという、逆転する現象がありますので、うん、まあこれはいろいろ思わせますよね、このグラフはね。結局ね、その先ほどしたお金持ちがどんどんね、あの儲かっちゃうとね、平均所得が上がって、まあ、高くなるんですよね。だから中央値はその平均より下になりますよね、うん、でさらに言うとその一番多いところがこの300、400万台と、うん、いうことで、これ経年的に見たらだいぶ格差が広がってるってことが、ね、多分見えてくるんじゃないかな、うん、そうですね。この20年間でね、すっごいあの貧しなったのを実感してるんですよ。昔ね、もっと余裕はあったはずやねんけどなね。本当にどん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 貧しくなってきて、今下流老人っていうのはね、あもう下流も下流ですけど ね、 ね、私なんかこの平均値と中央値の変遷みたいなのがね、ああそれはもうあのそれこそ社会学者やいろんな時計学者ジニ係数計算しますけど、ジニをずっと取っていったら、うん、出てくる、やっぱりそれは悪化してるのですね。それちょっと別の観点ですね、はい、あのテレビとか新聞で、はい、あの政党支持率とか出てくるんですけど、はいはい、まあ、募集団から抜くその抽出の、まあ、数っていうのはその募集団の
多さによってなんか角度が変わってくるようなんですけども、うん、あの新聞とかテレビに出てるその政党の支持率だってこう1000件ぐらいが大体サンプルになるのが多いような気もするんですけど、大体当たっているものなんですか、それともやっぱり抽出としては国民1億人とかともらってやっぱり全然少ないと見るべきなんですか。ああ、そう、そこにね、あの実は、うん、募集団のサイズは関係ないということが一つ。ああ、そうなんですか。つまり、100万人であろうと1億人であろうと必要なサンプルの数というのは、サンプルの大きさですね、データの数というのは変わらないんです。これはあのよくある誤解なんですけれども、こんだけの大人数だから、そのたくさんの人の調査しなきゃいけないと、つまり比例して比例あの取らなきゃいけないというふうに思われがちなんですけども、それはそうではない。ただまんべんなく取り下げすれば問題、まあそれでもって大体あの、世論調査ではあの3000人とかね、その程度2000人から3000人程度ですやってるのは。でそれで、まあ、2000人3000人ってやった時に、例えば今はその高い、30% 40% の与党はまあ時々なるけど、やっぱりそこから下がってきちゃうんで、その中ですよね。でそれ以外のところでもいっぱい細かくなってるから 2-3% になってきますよね。ちょっと 2, 3その例えば 3% って言った時に 3% に対する揺らぎって随分大きいですよね。朝日と読売で違いますか、ね、どうなんでしょうね。私もあれはね、サンプリングが違うんかなと思うんですけども、同じようにやってる変わらないんだけどね。あれ政党支持率とかはあんまり変わらないんじゃないですかね、うん、RDD でやってて、あの原発がどうのとかそういうのに説明の仕方でズレが生じてるけど、うん、政党支持率なんかあんまり変わってないわ。安倍内閣支持率なんで変わってる。ああいうのが聞き方ですよね。ヤバリングの聞き方で変わってるってなんですよ、うん、聞き方の同じ設定でやってるやつはあんまり変わってない、うんうん、何とも支持 してまして割り簡単ですからね、うんうん、政策をあの前に出してこの政策をこうちゃんあの書いて、その書き方次第でもガラガラ変わっちゃってなって、ロビールのやつなんか問題になってたのがありましたね、うんうん、それはあの3分の1の人が死ぬけれどもこの薬使いますかっていうのと、3分の2の人が助かる薬を使いますかっていうのでは大きな違いがあるっていうのは、これ死に方といけないですから、うんうんうん、今日デタラメを変わってるんですが、逆にですね、あの統計学を使ったデタラメな話で面白い話ありますか。計画を使ったデタラメの話ですよね。いかに騙されてるかっていうのがあったら面白いですね。グラフはね、本がありますけどね、グラフで人を騙すっていう、うん、そうですね、まあ、これがやっぱり典型的な騙しに使われるものですね。平均値を出すことと、平均値っていうのはまあ極端な話でしょ。あの幼稚園の平均年齢ってね、そこにいる人の平均年齢ですね、おじいちゃん先生とかおばあちゃん先生の方が70歳ですよ。もうそうするとね、園児のね4歳5歳っていうとね、一緒に足しちゃったら大変なことになっちゃって、誰もいないところに平均がいる。そういうことになったりするんで、うん、うまくそれ外さないといけないですね。そういうのがありますよね。徳武、うん、先生、あのあごめんなさい、あの超心理学なんかの案内に読んでたら、こういう確率は何億回に1回しか当たらないから、ね、よくああいう表現をしますよね。はいはい、でもあれは、うん、ある意味ではないと、こういうふうな見方からしたらないと同じことだと思うんですけれど。まあ実際それちゃんと見ないと分かりませんけどね。でもありえないことが起きるようにやるトリックとしては、あのユリゲラーの時計を動かしていただきましたね、はい、ユリゲラーがあのテレビに出演、全国のテレビに出演しました。小さい、まあ、中学校か高校の頃で見たんですけどね。そしたらね、その時にユリ・ゲラーが今から
全国の、ね、テレビを見てる皆さんに、うん、念を送ります、ね、で、テレビを見てる方は、時計を持ってきてください。そうそう、使ってない時は、壊れた時計、使ってない時は確かに。それでもってね、もしこれで、動き出したら、電話ください。電話が殺到したんですよ。まあ早い話が、まあこう動かないと思ってたら揺すればこう動いたりするわけですよね。動かせばバーンと動かせばこれですよね、一番いいですからね。これで、どうあれと思ってこう持ってきて、うん、やったら、あ、動いてるってことね。でしかもそれはものすごい視聴率だったんですよ。ユリ・ゲラーが登場した時っていうのはね、多分1970年ぐらいだと思うんですけどね。もうその、大騒ぎですよ。多分全国で1000万ぐらい見てる感じでしょ。やった。1万分の1で起きる奇跡でもね、ファーッと何千回ってして、もう電話パンク状態ですって喜んでやったけどね。そういう奇跡の演じ方っていうのがありますよね。統計学のやってる人が、はい、そういうインチキの統計を告発するというか、はい、そういうことは活動はされないんですか、ね。まあ統計学やるっていうのはですね、実はいろんな統計学者がいるんです。実際統計学の学会なり、あるいは統計する研究所っていうのがありますけれども、そこにいる人もいろんな専門の人が集まるんですね。つまり、疫学やってる人がいるかと思うと、統計の数学的な基礎やってる人もいるし、で、まあ、教育学やってる人もいらないと。だからそういう意味でこのムーブメントを割と作りにくいような気がします。もちろん個人的にそういう意味で、頑張る人はいるんだけど、でもね、頑張りすぎちゃってこの統計学者がまたこう変なことを言い出すこともあったりしてですね、私は先生は尊敬していたんですけどみたいな、そういうことがあるんですよね。さあ、僕はね、一つね、面白いネタがあって、分かってからでは遅すぎるという話についての二重性っていうのをですね、これちょっと変えたんだよね。どういう話かというと、がんとか手遅れになったらもうダメじゃないですか。分かっているからでは遅すぎるという話は、そういう意味では一般の病気に対しては必ず進行性の病気に対しては言えます。ところがね、例えば放射線の影響があることが分かってからでは遅すぎるという話というのは、だって別の要素を持つんです。つまりいつまでたっても分からないということが実は一番理想なんです。分からない、いつまでたっても、例えば放射線の影響があるということが、証明できない、でまだ調査を続けるという、その状況がずっと続いているっていうのは、これは良いことなんです。それは国民にとって、全ての人にとってそうなんです。つまりどういうことかと言いますとね、その、統計的な調査というのは、それが優位で非常に、微細な、差しか出てこない場合ですと、たくさんのデータを積み上げなければ差が出ないです。もし、少数のデータで、差があるということになった場合には、それは非常にはっきりした、もう兆候なり、そのデータだということなんですよね。でそれは例えば、発がんの数が、よくあるのは、この人が、あるところでの発がん率がね、10% のが 11% になったと。
というのと、 10% がもし 30% になったという場合は、 30% になった場合というのは非常にあのデータが少ないところで発覚します。これやばいって話です。ところが、これが 10% のが、11% になったという場合に、この差を検出するには莫大なデータが必要です。時間かかるんですよ。でこれはその差がわずかであればわずかであるほど時間がかかってくるんで、いつまでもすごいあのないことやっててもまだ有意な差が見つからない、頑張らなくちゃという時によく言われるのは、もうそういうの分かってからじゃ遅すぎるんじゃないかという言い方があるんです。それは違うんです。むしろそれは分かるのが遅いということはありがたいこと、まさに被害がないということなんです。で一気に分からなければあの差が出なければそれはないということだ。でもそれが出ないために永久の無限大な時間が必要だ。つまり、分かってからでは遅すぎるというのが、そういう疫学的な調査に対して、言われる場合というのは、一応どちらのケースなのか、つまり、有意な差が出るのが、確認されるのに時間がかかっているのであれば、それは時間がかかっている方がいいんです。ただし何かの病気にかかっちゃってるって話だったらね、それも病気がどんどん進んでいくわけでしょ。それってやっぱり話が違うんです。ですからよくがんなんかで、病気になっちゃったって話とこの話は全く別である。うーん、いうことなんです。福島のね、はい、がんあの先の甲状腺がんの話あるじゃないですか、はい、あれでもやっぱり分からへんねんいう話になるすかね。甲状腺がんの影響はもし、優位に出るとしても、それには実際にはこのがんが発生し発症して現れるまでの期間が変わりますから、これ1年2年で分からない、別の意味で、分からないんです。そことはまた違います。まず違うんですか。つまりそれはある程度年を取って10年とかしないと本当のことは分からないっていう意味で、そういう意味でもまた分からない差があるんです。で状況は不適なんですよ。だからやるべきことっていうのはでもとてもはっきりしてて、その10年、20年の間というのをしっかりフォローしようぜっていうことです。で、そして望ましい結果というのは、その時に、有意な差が出なくて、やっぱりこれ死ぬまで見ないと分かんないねみたいなぐらいになったら、あんまり良かったねって話だと思うんですよ。結果として放射能の影響はなかったと。そうです、いうことになるわけです。なるほど、そうです、そうです。それが分かるにはまだ時間がかかります。甲状腺がんに関してはとってもそういう 複雑な予想があってですね、大変ですよね。先ほどの問題もありますし、うんうん、ですかね。そろそろ時間な感じですけど、僕はなかなか解けなくて、なんか数学とか分かんなかっても分かりやすくなと思いますよね。で実際にもの、ね、具体的な話でこう、ね、ケースで、ね、見ていくということで、こういう形 で、 です、ね、こう物事を見ていったらです、ね、客観的に冷静にです、ね、物事を考えてです、ね、いけるんじゃないかなと思いますね。この後は小南部先生に登っていただいて、ちょっと場所変えて懇親会もしますので、もしご希望の方また登っていただいて、ぜひと思います。じゃあ今日は小南部先生、皆さんどうもありがとうございました。